位置情報共有アプリについて監視し合うために子どもたちの間で入れるらしいというのを聞いて、ものすごく怖いなと思いました。怖がりすぎてるような気もします。お互い監視し合う恐怖っていうのをあんまり言うと痛い人に見られちゃうんじゃないかな。たかちゃんさんですね。たかちゃんさん、男性30代、岡田斗司夫さん、こんばんは。はい、こんばんはです。最近よく聞く位置情報共有アプリについて聞いた話によると、親が子どもたちの安全確認のために入れる防犯的な目的ではなく、むしろ子どもたち同士が監視し合うために子どもたちの間で入れるらしいというのを聞いて、ものすごく怖いなと思いました。それも大半の子どもたちがしているらしいです。多分自分がハブられていないかとかの人間関係を恐れて、友人の浮気防止なのでしょうが、そこからいじめにつながるケースもあるらしく、非常に問題があると個人的に思います。位置情報共有アプリを岡田斗司夫さんはどう思いますか？まあこれはね、自分に子供がいて、子供がその位置共有アプリを入れていて、なんでかっていう説明聞けばある程度わかると思うんですけども、ちょっとねニュースで聞いたり、多分こうなんじゃないかっていうふうに考えると、まあ、怖がりすぎてるような気もします。実際に使ってる人らに話聞いてみると、位置共有アプリっていうのを、まあ、友達ともちろん自分の位置をずっと24時間共有してるんですけども、知られたくない場合のハック法みたいなのもお互いに知ってるし、そこら辺はあまり追求しないという文化があるみたいですけど、だから思ってるほどね、実はあの監視ツールではないらしいんですね。30代以上にはやっぱこれって監視ツールに見えちゃうんですけども、 Z 世代と言われる、まあ大体その20歳ぐらいですか、20歳ぐらい以下の人らにとっては無駄なく遊び合うためのツールなんですよね。簡単な仕組みとして無駄なく遊び合う、つまり今自分がたまたまここにいるときに、自分が知り合いで、あ、お互いの場所を知っておきたいなと思ってる人がこのぐらいの近くにいる、じゃあ連絡して会おうよっていうですね、自分の時間を無駄にしないためなのかな。自分がたまたまそこに行って、後で、そこにいたの、じゃあ会いたかったねっていうことがないようにするためのツールだと思えばいいと。なんでかというと、みんな今自分の時間が一番大事だからです。それはあの映画を倍速で見る人たちで話した通りです。自分の時間っていうものが最も希少で、最も守らなければいけないという資源になった時にですね、近くにいたのに会えなかったのか、無駄だったなって思いたくないっていうのが僕基本にあると思うんですね。それもあって位置共有アプリ入れてるんじゃないのかなと。あとね、ホワイト世代ですね。ホワイト社会が当たり前なホワイト世代にとってはですね、プライバシーというものの必要性が割と僕らより低くですね、プライバシーとかお互いを監視してるっていう人って、痛い人に見えちゃうということもあると思うんですね。つまりマジで何も隠し事がない、隠し事がない方がストレスがない世代っていうのがホワイト世代なんですよ。なのでプライバシーの必要性が彼らには低くてですね、位置共有アプリとかがあった方が群れるのには便利だし、群れたくない人、群れたくない世代にとっては必要性が低く見えちゃうんですけどもですね、逆に位置共有アプリでのお互い監視し合う恐怖っていうのをあんまり言うと痛い人に、彼らから見ると見られちゃうんじゃないかなというふうに僕は考えます。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。